困るな。僕は君にドレミファンを教えてまでいる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴー氏は慌てて糸を直しました。これは実は、ゴー氏も悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小節から、はい。みんなはまた始めました。ゴー氏も口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をして、またパタッと手を打ちました。またか、とゴー氏はドキッとしましたが。